ということで、夜の部、夜のナイトゴルフにやってきました。夜のは、ショートホール3回やってからアプローチ体感のようです。この LED を使って、なんかすごい神秘的な感じになってます。ね、光るボールを使うみたいですよ。ちょっとね、バーディー1個ぐらい行きたいなと思ってます。お願いします。では5組目、はい、よろしくお願いします。何ヤードなんでしょうね。95です。95、ありがとうございます。95で70、100ぐらいです。95、70、100。光ってます。初めて LED の光るボール打ちます。飛ばないって聞けますね。頑張ろう。キャリーで高っ。なんか割と普通、いや悪くなかったです。それ絶対入れて。パチンと当てれば入るんだよ。あ、まさかの。まずれた。ずれたか。ガチョン。ガーン、ずれたよ。見えなかった。大きいでしょ。次、次だ、ちゃんとよ。今のはちょっとやってしまって。よし、よし。あ、ちょっと待って、パー。大丈夫だ。手前、手前。手前なの？うん、あれで手前だ。全然わかんない。おー、いいよ、いいよ。よいしょ。お。おいどう？おお、ちょっと歩くわ、左手。ここの、おー、すごーい。近い近い。いいよ、いいよ。あー、いいよ、あー。難しいね。フラッグってなんかあんま見えないかも、段差が。難しいよ。お、いいよ。いいよ、これ。入ったじゃん。素晴らしい。入ってない。オーバーだ。いやいや、ナイスショット。よかったかな。素晴らしいです。でかかった。ちょっと大きかったよ、さすがに。イエーイ、戻ってきた。はいでー、はい、やったー、ナイスー、やったー、ありがとうございました。お疲れでした。当たんなかった。いい感じ、いい感じ。いけいけ。ジンギスカン。うん。ジンギスカン。美味しそう。どこのジンギスカン？これなんだっけ？まあ。
美味しい。では、司会進行を内丸が詰めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。はい、リンゴルフ検索してぜひ見てください。とっても楽しかったです。ありがとうございます。しっかり宣伝しますか。皆さんお疲れ様でした。感想は結果超楽しかったです。すっごいボールなくすんじゃないかなって思ったんですけど、結果なくさなかったんです。あと椅子に回ったその同伴者の方もすっごく優しい方たちで、すごい楽しめました。そのお昼の部は16組中4位にこう入賞して、結構レベル高いんじゃないかなって。優勝者は2アンダーでしたね。2アンダーだったんですけど、まあちょっと来年も参加できるかどうかわかんないんですけど、参加できるとしたら次ちょっと優勝にできるぐらいは貢献したいなと思う。その時ね、ちょっとアプローチ上手のりさちゃんも一緒に行ったら強いかなって。動画見たらわかると思うんですけど、すごい楽しかった。それだけ。雪国でスキーじゃなくてゴルフです。ゴルフが楽しめるっていうのが分かりました。雪国ですごい楽しかったんで、ちょっと来年これ見た人はちょっと参加者増えたらいいなって思います。来年も機会あったらぜひ参加したいです。はい。で、あ、夜もちょっと結構悔しかったんですけど、全然アプローチがダメで。やっぱ結局スノーゴルフはアプローチなんですよ。まあ普段はアプローチやっぱすごい大事だと思うんで、アプローチも行きたいと思います。そんな一日でした。最後までご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録お待ちしております。よろしくお願いします。バイバイ。